皆さんこんにちは、新垣梨沙です。今日はですね、同期の小川誠ちゃんのサババーガーコラボ記念イベントですね。はい、そちらのですね、撮影じゃない、そちらのオンラインイベントの現場に到着しまして、今ちょっとスピンなんですけど、今からメイクをして、で、イベントに向かいたいと思いますので、今、妹の白玉がヘアをしてくれてまーす。ありがとうございます。お願いいたします。はい、来て、これ、パック持ってきたんだけどさ、でもさ、結構朝しっかりやったんだよね。だからいいかな。でもした方がいいかな。うん。しようか。うん、こっちのとはね、この間 YouTube で話させてもらったけど、イベントってこと自体はさ、めちゃくちゃ久しぶりだからね、楽しみだね。私さ、卵アレルギーじゃなかったからさ、食べれんのよ、ハンバーガーが。よかったよね、ハンバーガーのイベント出んのにハンバーガー食べれないってやばくない？はい、どう？見えないんだけど、ちゃんとつけてられる？つけてる。これが、ほんとこのバッグが一番好き。これさ、韓国行った時にさ、買ってきてもらったよね、ママたちに。いっぱい入ってるね。ん？いっぱい入ってていいよ。あれね、でもこれさ、1枚で高いの。はい。ステカーと300円以上したよ。わぁ、最悪。あ、パパ。パパ来た。新垣消そうでだね。カメラ担当とメイク担当と運転担当じゃないよ、パパはマネージャーさん。この間も2人で仕事してた。今パックが終わってこれやってるの。これはこの間ママの誕生日にあげたやつ。使ってる？使ってます。私はこれ白にした。これやっぱ冷たくて気持ちいいよね。昨日の夜とかもやったよ。私はやってる？なんか、あれ後からちゃんと読んだらさ、ほうれい線やるときはここにやるんじゃなくて、ここの小鼻にやるらしいね。小さい方ね。そう、小さい方で。これさ、冷たくて気持ちよくて、あとおでこも小さい。なんか濡れてる、ちゃんとしっとりしてるときにやんなきゃダメって書いてあったね。あとお風呂では使っちゃいけないっぽいね、これね。でからって書いてある。お風呂で使っちゃいけませんって書いてある。摩擦が良くない。そう、なんかね、ジルみたいなの。そう、塗ってね、やんなきゃいけないって。あとで今日の服も紹介します。一緒に選んだんだよね。なんて言うんだっけ、白玉。え、なんだっけお店の名前。今、分かってた。白玉が好きなお店だったんだよ。そこで私も買った。そうなの。コスメキッチンのやつも肌に優しいよね。うん。その下地使ってる今、日焼け止めも入ってるし、若干メイクが出来上がってきてます。今日はブラウン系にしました。これ使う。かわいい。これのハイライト使う。チークどうしようかな、何色がいいかな。チーク、このメイクにチークどれが合うと思う？白玉、これこれとこれ混ぜで。お、どっちが多めとかある？やってもらえば。やってもらえば。やろうか。ちょっと、あ、ちょっと、じゃあ目元先やっちゃうね。
何？見えない。今日どうしようかな、リップの色。よいしょ。白ラインはさ、ちゃんとさ、普通にこうやって会えるときだったらいいけどさ、ちょっとさ、映像だ、オンラインイベントだからさ、微妙かな。白ラインしちゃうとなんか、シワみたいに見えるって前コメント来てたんだよね。やめとこうか。やめとこうか。冗談は顔だけにして。白玉のどうですか、部屋。出来上がってきました。前髪まだやってない。まだ全く見てないから。私ほんとプロだよ。すごいよ。じゃじゃーん、見て、いただきました。これはアイスソイラテ。美味しい。美味しいって言ったよ。美味しそう。あ、美味しい。美味しい。濃い。美味しいね。うん。ね。すごいな、めっちゃ固めるやん。うん、でもちょっと怖い。ね。不安。前髪がさ、短いのにさ、よくここまでやったね。これがさすがプロ。でも、ふざけないよ。あ、でも叩いて被ったじゃんけんぽんじゃなくて、あっち見てほんやるかも。あっち見てほん、ちょっと。最初はグー、じゃんけんぽん。あっち見てほん。最初はグー、じゃんけんぽん。どう？これじゃない。あ、大丈夫だよ、こっち。大丈夫ですよ。大丈夫？うん、とても平気なら大丈夫。まこっちんでーす。さんとのイベントだからね。もうすぐできんの？うん、大丈夫だよ。そしたらさ、ちょっと下でさ、一回さ、立ち位置とか、立ち位置というか、うんうん、流れでっていうので、うん、やろうぜ。はい。チップだけするわ。カメラ。ママカメラ。新垣ファミリーに、久しぶりに会っております。小川。小川さんちゃんも、相変わらず。私の髪型もやってあげたらいいじゃん。あ、いいよ、ね、いいの、ね、やったほうがいい。せっかく。しかもさ、可愛くない？ピンクにしたんだよ。可愛い。ピンクにしたんだよ。ね、やってあげたら？いいよ、いいよ、いいよ。どうや、何がいいって。やったら、とりあえずストレートで1回目は行こうかなと思ってるよ。うん、あ、じゃあ2回目やってもらう？うん。もうだ、そんな、あなた、大変やん。大変やん。平気だよ、プロだもん。ね。お茶の子サイだよね。すごいね、兄弟でそんなんできるってすごくないでも。うん、ありがたい、本当にありがたい。ね、もう専属メイク、ヘアメイクやん。そうだよ。二垣さん、ここのさ、こういうの、うん、この今、二人のとこのトークで、ここら辺だったら、どう？最初の、あの、ゲームの前の。あ、全然いける。はい、うん、今リハーサルやるんだ。やるんだ。こっちだね。こんなにしっかりしたリハーサルではないけれどもやな、本当に。はい、本日は、2回公演ですね。あ、待って、これ同じ？あ、同じ。ここのカメラと同じ？同じだ。あ、そうなんだ。ZV-1 ですよね、これ。同じ。これ ZV-1。そうです。あ、一緒だ。あー、そうか。すごい、これたくさんのやつ。私の YouTube の。なるほど、ちょっと裏側だけ回させてもらってます。すいません。今リハーサルします。そんな大したリハーサルじゃないんだよ。さあ、とりあえず、小川誠さんプロデュース、ハンバーガー。うえぇーさーんって呼ぶから、で、そっから、もう普通に、あ、で、最初に、いやいや、イベントだね、みたいな、今日ありがとね、みたいな感じで自己紹介してもらって、その時にハンバーガーを最初に出してもらうから、実はこれ私が作ったハンバーガーなんですって。卵アレルギーじゃなかったから食べれるのなって。本当に。本当だ、よかった。で、ここで私出すから、で、食べてもらって、感想言ってもらって、で、飲み物とかも用意してもらえるようにしとくから、で、ここで食べて、そこから、まあ、なんとなく、トークを敷いて、40分ぐらいまでかな、敷いて、で、そこからまた入ってきてくれるか、私、じゃあ次のコーナー行きますって言って、で、この3番勝負をするんだけど、もう全部ここでやる。座りながら。あ、座りながら。全力が準備でほうも、まあ、座りながらだね。さっきリハーした。え、うん、やめて。やめて、マジで。これが崩れないから。あ、そっか。卵じゃないでした。ね、あ、これでも全力があっち向いてほいはさ、別にこれないもんね。はい、ないもんね。でも、ふーってやった時これがポーンってなってるから一回ね、やったんだよね。大丈夫だった。じゃあ、OK でしょ。うん、大丈夫。で、これ、ここの流れはまたゆうさんが、あの、はい、
言ってくれて、で1回ごとに罰ゲームがあるから漢字読めるかバトル、うん、ゆうさんがそこでめくるんだよね。うん、そっから出す。そうだね、そっからで見えるかな。まこっちゃん持っててもどっちでもいい、うん、私が持つ方がいい。私目悪いか見えない、うん、じゃあここでする。うん、じゃあそのなんちゃらバトルってなったら、うんうん、私にそれを渡してください。了解しました。私の自己紹介ってじゃあなんだっけ。私はあれもやるわ。じゃあそれが私でしょうかな。一番最初のやつってさ、私超緊張アンドドキュース意味わかんなくない。でもそれ、うん、どっちがいいかね。私どうしよう。私眉毛ビームだけど、でも眉毛ビームってそれ見たいと思うよ。ラブラブだよね。一回目え、一回目の時が何だった。眉毛ビームじゃないの。一発目ラブラ新垣さんですとか言ったじゃん。その後だもん。眉毛ビームしか覚えてないわ。これ垣さんのやつラブラブあったよね。ラブラブあった。じゃあさ、あれにしようかな。ラブラブ新垣さんです。そうしよう。それがいいかも。もう特別しょうがない。まあいいけど、まああるけど今で、これわかるよね、マジカルバナナって。マジカルバナナってさ、うん、あれでしょうね、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったらなんちゃらってやつ。えー、ラッキーが私絶対できないよ。これ絶対バカだと思うよ、うちらね。うん、でもそれがいいの。バナナから始まるの。マジカルバナナと、マジカルマコチにしようよ。もしくはマジカルサババーガーとかにしようよ。そうする？だってこれサバのやつでしょ。うん、あ、じゃあマジカルサババーガーにしてくれたよ。さ、それどこまで広がる？いいじゃん。マジカルサババーガー、サババーガーと言ったらマコチとか言って、そこからマコチと言ったらうるせえとか。すごいよ。何なんだよ。ふざけんじゃないよ。そういうのでさ、いいじゃん。もう間違ってもいいじゃん。先生さ、じゃあ最初さ、マジカルバナナにしといて、これもう全部3本勝負だから、うん、すぐ終わっちゃうと思うよ、これ。もうすぐ突っかかるから。ってなったら、突っかかって、じゃあさ、もうバナナじゃ、もうさ、わからんからないから、変えようよって言って、変えていこうか、じゃあ。とりあえずバナナで始めよう、最初は。OK、分かった。OK。で、それで、3回、まあこれも何がもう勝利のあれかわからんけど、いやーなんか、どっちが勝利。これいいか。そうだよ、低い声で全力してくる。低い声で。で、まあそうだね、それでもうここでもうあっという間だったねみたいになっちゃうね。レモン汁一気飲みとかやん。そうだよ、レモンショットだよ。いいじゃん、めちゃくちゃビタミンじゃん。そうだよ。で、それでもうここで、まあイベントの、感想を今日聞いて、で、ガキさんそれこそラジオだったりとかの、その告知してもらって、ありがとう。で、普通にありがとうね、じゃあ2回目もよろしくみたいな感じで、もうそんな感じだわ。30分ぐらい出るんだよね。うん、で、ちょっとこぼれても平気？全然平気。うん、なんかその流れで盛り上がってたら、まあ、そんな大幅に20分プラスとかもないけど、うん、でも全然大丈夫。5分ちょっととか5分10分の延長だったら平気？オッケー、全然平気で、感じです。わーい。で、なんかあったらもう上に行ってもらって大丈夫。わかった。うん、何？その後はマスカラしてる？マスカラしてる、してないように見える。でもさ、あれなんだよね、茶色だからかも。黒なんじゃん。そんな感じ。とりあえず一発目はもうお客さんここ入ってきたらもうずっとこう座っててもらって、うん、っで、終わったらゲームも終わって、じゃあねー、うん、ありがとうって、オッケー、で、楽屋戻ってもらって大丈夫。はい、わかりました。ありがとうございます。まあ、よろしくお願いします。私たちじゃないでの、うん、ないないでの感じで。あ、高橋だ。そう、これは高橋に二回目に。おお、高橋。高橋だ。今日イベントやってるんでしょ、高橋。そう、高橋、ほら。今日高橋イベントやってるかな。高橋イベントやって。今日はリップをこの三つを混ぜようと思います。これは 3C で、これがロム&で、これが気まぐれブラウン、ツヤプルリップ気まぐれブラウンってやつ、ブラウン、ブラウンを混ぜるんだけど、まずこれがね、結構マット、こんな感じ見える。うん、本当だね、結構マットなので、これをまずちょっと全体に塗るね。なんか白玉からあんまり目元がブラウンだから口までブラウンブラウンにすると良くないとのことだったんで、ちょっとこれにしていいかなと思って。あ、でもこれをつけて、で、中心にこのロム&の06番、これを、これ結構この色なんだけど、これもまあマットなんだけど、これを中心のここだけに、うんうん、あ、
すごいはっきりした深みが出るでしょ、うん、で最後にこれでぼかすの。これね一回出すとね引っ込められないバージョンだからね気をつけないといけない。これはちょっとツヤが出るからいいかなって思います。なんだけど一回うん、いいんじゃない？オッケー、ありがとう。